Hey guys, I'm Arisa Nanase. 皆さんこんにちは、Nanase Arisa です。今日はですね、ちょっと学生さん向けというか、まあ、休みの日があった時に、私1日に10時間勉強してたことがあったんですよ、夏休みとか。で、どういう風にやってたかについてちょっと共有しようかなとは思うんですけど、ただ長けりゃいいってもんじゃないので、まあ、非常に今はあんまりおすすめはしません。ただ1日にそれだけたくさん勉強しようと思ったらできるよっていうところをね、ちょっとお伝えしようかなと思うので、まあ、社会人の方とかでも休みの日とかにね、使えるときは使ってみてください。ということで、こちらのね、チャンネルではそういう勉強法とかにフォーカスした動画とか、モチベーションアップどうしたらいいかとか、まあ、トイックでいいスコア取るにはどうしたらいいかとか、独学に関することとかをね、お届けしてますので、ぜひいいなと思ったらチャンネル登録お願いいたします。でまずですね、こう休み、夏休みとか冬休みとか春休みとか、特に受験の時とかってめちゃくちゃ勉強必要じゃないですか。で、どういう風に10時間勉強してたかと言いますと、まず大きくこれぐらいのサイズでカレンダーをこう印刷するんですよ。で、カレンダーなんだけれども、どういうカレンダーかというと、こんな感じです。こういうなんかタイムラインになってるような、まあ今だとこう手帳とかでもあるから手帳とかでもいいんですけど、こういう時間が書いてあるやつ、細かいものにします。で、私が、高校生の時とかはこれ自分で作ってました。日付書いて1時間ごとにタイムスケジュールこう書く欄を書いて、で線自分でこう引っ張ってやって作ってました、大きい紙に。でね、それでね、何をやったかというと、もう事細かにスケジュールを先に入れちゃうんですよ。で、休みの日とかって大体何やるかってもう決まってるから、流れが。だから、まあ例えば朝起床で、例えばそれから、まず服を着替えるとか、結構細かいところも書いてましたね。で、勉強する、お昼食べる、ちょっとどっか行く、で、ここ読書の時間ちょっと2時間とって、勉強する、なんとかする、勉強するみたいな感じで、まあちょっと例で書いてみた様子こちらなんですけど、はい、っていう感じでですね、ちょっとこんな風に書いておりました。で、この時の私のマインドとしてはですね、ちょっとね、なんかこう芸能人ってもう分単位とか秒でスケジュールが決まってるっていうじゃないですか。だからね、自分がね、芸能人だと思い込むんですよ。だからあなたはね、このスケジュール渡されました、今日マネージャーから渡されました、それ書いてあります、もうその通りにやっていかなきゃいけないっていう風に、もう朝から気合い入れるんですよね。そうするとなんか面白いように進んでいってですね、で、しかも書いてあるから、次に何をすればいいのか迷わなくなるんですよ。だからこれやってって、じゃあ次何やろうっていうのがもうすぐパッと出てくるから。で、人間ってこう時間がないって言ってるんだけど、一番無駄な時間過ごしてるのって、何かをする時と何かをする時の間の時間なんですよ。例えばちょっと、じゃあ、テレビ見てます、テレビ見てて、じゃあちょっともうそろそろお風呂入らなきゃなと思った時に、ちょっとゴロゴロしたりとか、ちょっと部屋の掃除やったりとか、こうなんかダラーってしちゃう、その時間が一番無駄なんですよね。だからもう何時になった、あ、じゃあよし、でも次これだっていう風に、もうこの何かをする時の間の時間を極力減らすことで、ができるんですよ、スケジュールとして、タイムスケジュールが出ていると。なのでね、でちょっと早めに終わったりとかすると、まあちょっと余分なね、ちょっとお遊び時間っていう、自分のための時間っていう余分な時間も作れるし、まあ、だからね、結構本当に分単位、秒単位はさすがに言いませんけど、分単位とかでスケジュールをもう決めておくといいと思います。で、もし何か例えば急なね、用事が入ったりとかしたらですね、断ります。はい、断るか、1週間に1回予備日を作っておくのね。で、その予備日の日になるべくこなすっていう風にするか、で続くようにしました。だからね、でもね、一つでもちょっとそれがずれると、もうなんだろう、こう雪崩のようにダーってなっちゃうんで、もう徹底的にそこ完璧すぎだったんで、こなしていきました。そうすると気づいたらね、ちゃんと10時間ぐらいはね、時間取れてましたので、まあよかったらね、参考にしてみてください。で、まあただね、一日こうぶっ続けでやるっていうのはあんまり良くなくて、まあ、例えばね、2時間とか3時間こう学習時間取ったとしてもですよ、しても2、30分に1回はちょっと休憩
入れてもらうといいですね。まあ、ちょっとやったら5分休憩とか時間を測ってそこやってもらって、ただこの休憩も厄介なんで、下手すると結構そのままダラダラ休憩しちゃったりとかしちゃうんですよね。まあ、今私特にそうなんですけど、なのでそこは本当に自分で自己コントロールをつけてですね、ちゃんと5分休憩したら戻るというスタンスでやってもらうといいかなと思います。で、まあ、あとはね、まあ、そこまでこう長いことやってもね、あんまり意味ないって言われてて、私調べたらトイックの勉強自分がしてた時にですね、去年やっぱ勉強量欲しかったんで、まあ結構学習時間、まあ取れる時は本当6時間とか取ろうと思ってやってた時もあったんですけれども、なんかね、確かね4時間以上の学習1日にしてもあんまり意味ないよって言われてるんですよね。だからまあマックスでも4時間ぐらいがねいいんじゃないかなと個人的に今は思います。なので今の私からすると、あんまりそういう長時間1日10時間とかの勉強っていうのはあんまりおすすめはしないんですけれども、まあ、やろうと思ったらね全然できますし、学生の時はね特にコーヒーとかも飲んでなかったし、あのエナジードリンクとかも飲んでなかったんですけど、まあなんとかそれだけ時間の確保っていうのはできて、で学習することも続けれたので、まあポイントは多分自分が芸能人だと思って過密スケジュール分単位で私は生きてるっていうふうに思い込むことが結構これ何気に大事なんじゃないかなと思います。で、まあ、あとはですね、まあ、今ですねこう休みの時だったらそういう時間が取れるんだけれども、まあ、かとはいえ学校始まったりとか、まあ、会社行ってる方とかだとそんなまとまった時間スケジュールで取れないよっていう方が多いと思いますし、まあ、トイックなんかだと社会人のことが多いので、まあ、ほぼほぼそういう方ばっかりなんですけれども、そういう方向けの時間の管理術とかもね、あの伝えをしていこうかなとは思いますので、よかったらねそちらの動画もまた見ていただければと思います。ということで、ぜひこの動画がいいと思ったら高評価、そしてチャンネル登録もの方お願いいたします。じゃあ一回 See you。 こういう感じでノートがありますよね。普通多分みんなここら辺になんか普通にメモしてると思うんですけど、私の場合まずここにねピーッと線を引きます。でなんならこうやってここにも線を引きます。はい。でここねちょっと幅短め、ここは一緒ぐらいかな、まあ五分五分ぐらいの感じでこうやって引いておきますね。ここにね、そのページ、例えば P5 の問1みたいな、こういう感じで書くんですよ。で、ここに問題書けます。2×2 は4とか、5×3 は17とか。はい。で、間違えたやつ。こうやって間違えたやつは、ここにね、バーツって言って、5×3 は15ですよっていう風に、ね、書くんですよ。で、これなぜ 5×3 が15なのかっていうのを書くんですよ。5が3つあるから、5足す5足す5のことだから15ですよみたいな。こうやって解説をここに書くんですよ。これです。こんなノートの書き方、もうそもそも線引っ張ってるだけでなんか、お、なんか違うじゃんってなるじゃん。これが大事なんですよ。まあ、ちょっとこういうノート術とかも知りたかったらまた詳しくね、各教科でやっていきますけれども考えてね。はい、何が大事かというと、お、違うじゃんってなるんですよね。これ多分ね、社会人の方もね、上司の機嫌取るとき評価、上司が例えば給料決めたりとか評価よくしたいなっていう時に使える方法なんですけども、とことんごまをするんですよ。で、ノートの場合ね、先生の気持ちになってみて、私そこ考えたんですよ。学校の先生ってさ、ノートさ、30人とかこう見るわけじゃん、チェックして。あ、やってるやってるってこうやってチェックしてるわけじゃん。絶対つまんないじゃん。忙しいし、つまんないよね。そんな中、なんかみんな普通に書いてるけど、そんな中ね、こんななんかちょっと線なんか引っ張っちゃってなんかやってるみたいなノートが出てきたらですね、先生の眠気引き取りますよね。あ、なんかこの子違うっていう。それが大事なんですよ。多分これ、異性を落とす時もそうだと思うんですけど、あれ、なんかこの子違うって思って気にならさせるんですよ。それは多分、人のアテンションを聞く。テンションを引く上でですね、結構大事なことになってくると思うんですよね。ということで、ノート、皆さんのノート、他の人と何が違いますか、はい、言えますか。そう、何か違うことをつけてみてください。別にこのやり方じゃなくてもいいし、蛍光ペンめっちゃ使うとか、なぜかここのノートの縁に蛍光ペンでこう枠が引いてあるとか、何でもいいんですよ。なんか重要そうだなみたいな。
なんかやってんだろうなみたいな感じで伝わればいいんですよ。っていう風にとことん注意を引くこと、その方が先生も多分楽しいと思うんだよね、ノート見ててもね。っていう風に先生の気持ちになってみてください。先生の気持ちになって学生をやってるとですね、自然と先生が欲してるものがわかるし、これ演技とかも一緒なんですけど、そのキャラクターを演じるってところも一緒なんですけど、もう本当にちょっとこう人と見方を変えるだけでですね、成績みるみる上がってくること全然ありますのでね、よかったら、ちょっとね、今日今すぐですね、ノート引っ張り出して、なんかちょっと1ページだけでもね、まずやってみてください。ちょっとこう何が違うみたいな。でもちろんね、これをやったからといってですね、テストの点が悪かったら、そりゃ、まあ5はつかないと思うんだけど、先生も人間ですから、ちょっとでもあの子テストの点悪かったけど、でもめちゃくちゃ勉強頑張ってるしなと思ったら1はつけづらいかなっていう。まあそのレベルのことなんではあるんですけれども、だから奥の手です、本当に。奥の手です。なので皆さん、まずはテストでね、ちゃんといい成績、実力つけてくださいね。ただ、それプラスアルファで使える裏技として、今回のやり方でちょっと真似できるところは真似してもらうといいんじゃないかなと思います。とはいえ、まあ、みんな真似しちゃうとみんなこれになっちゃうのでね、まあ、結局何がいいか分かんないんですけれども、まあ、ぜひねこういう動画がいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。じゃあ皆さん頑張ってください。では